背景よろしくお願いします。今回は中学校3年生の数学ルートと展開のコラボについてお送りします。で、前回ね、計算をのまとめをやってもらったんで、足し算引き算掛け算割り算、もうこれはね、みんな OK になったと思います。なので今回は前の章で勉強した展開とのコラボでやっていきますね。いいかな。で、今回はポイントを含めて1番から12番までありますので、できそうな子はね、動画を止めてやってみてください。ただね、まあちょっと自信のない子なんかは今から説明するんで、一回聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ、早速始めていきますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあまず展開ね、使うんで公式思い出しましょうってことで、確認だからね、まあサクサクと書いちゃいます。まず、カッコ x プラス y の2乗は左の2乗足す、ここが足すだから足すね、トントントンを全部かけるから 2xy 足す y の2乗でございます。いいね、詳しく説明しなくて大丈夫だね。はい、でこれの2乗、真ん中がマイナスになったらここだけマイナスにしてください。後ろはプラスのままだからね。こんな感じで、次カッコ x プラス y カッコ x マイナス y って感じで、中身が同じものなんだけど符号だけ違うとき、これは左の x の2乗マイナス y の2乗になるんだったよね。で、次左が同じなんだよね、 x が同じで x プラス a x プラス b となってるときは、入るかな、 x の2乗プラス足したもの x プラスかけたものだったよね。足したもの x プラスかけたものになります。まあこれはね、展開なんだっけって思う子はも、展開のね、動画に戻ってもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。じゃあそれをルートとコラボした問題いきます。で、ポイントはただ一つです。問題を見た時にどの公式を使うかが思いつけば大丈夫。いい？例えばこの問題、ルート5を引くルート3の2乗ってことはこれだよね、2番目の x-y の2乗と同じだから、まず左の2乗でちゃんと書くとルート5の2乗なんだけど、これね、時間かけてほしくないんだよ、みんなサクサクと解いてほしい。だからルート5の2乗って2乗したらルート外れるから、もう5って書こう。いいね、左の2乗は5です。で、次はこことこことここをかけるでしょ、マイナス2はね、普通に2って書いて、ルート同士掛け算すると5315になる。いいかな。で、右の2乗プラス3の2乗は3ってなります。で、計算できるものは計算するので、5と3足して8マイナス2ルート15で、ルートのね、中身チェックをしたんだ、するんだけど、15はね、何も出せないので、これで正解になります。なので公式使うだけだからね、あんまり力まずいきましょう。次、ルート7プラスルート2ルート7引くルート2、中身が同じだね。で、プラスマイナスなってるから3つ目のこれの公式です。いきましょう。まず左の2乗 x の2乗ね、だからルート7の2乗だから7です、引くルート2の2乗だから2です、7引く2です、5です。終わりです。みたいなね。こんな感じです。いいかな？で、次、ルート2たす5、ルート2たす4なので、左が同じ。で、右が違うから、一番最後の足したもの X のやつでいきましょう。じゃあ、いくよ。ちょっと椅子借りようかな。体勢が辛くなっちゃった。どうしようかな。これ入ってるから、ごめん、ちょっと行変えるよ。こっちにするね。で、まず、x の2乗だから左の2乗なんで、ルート2の2乗だから2になります。で、次足したもの9だよね、に x これをかけるから足す9ルート2になります。ここ意外とつまずく多いから気をつけてね、足した後かけてね、1個ね。で、後ろは5と4をかけたものだから5420となります。で、足せるのがね、22足す、これそのまま書こう、9ルート2だね。
で、ルートの中身チェック一応するけど、ルートには出せないので、これで OK でございます。いいかな。じゃあどんどん行きましょう。次、ルート2括弧ルート12マイナス3ですね。で、これは公式関係ないね。括弧の前にあるルート2を配ればいいだけでしょ。で、俺は配る前にルート12直しちゃう人なので、こうやって直しちゃいましょう。直せるやつはね、ルート12もういいかな。2ルート3だよね。地産12だから。で、ルート2を配るとルートの中身同士掛け算するから2ルート6だね、ここね。で、ルート2を後ろにもかけるとマイナス3ルート2と、こういう風になります。大丈夫？では次、2ルート2プラス32ルート2マイナス3、中身が同じでプラスとマイナスだから、これだね、3番目の公式使います。では、まず左の2乗なので2ルート2の2乗をします。いい？で、2ルート2の2乗できれば暗算でやってほしいんですけど、ちょっと厳しかったら、まあ、2ルート2の2乗なんで、まあ、2ルート2 2回かけるってことね。こうやって書いておきましょう。で、後ろマイナス3の2乗はいいね、9です。で、なんで暗算してほしいかっていうと、このぐらいまで慣れてほしいんです。なぜかっていうと、ルートの掛け算っていうのは外と中を別々に考えるでしょ。だから外だけ考えると2と2で4が出てくるじゃん。で、わかるじゃんか。で、中身のルート2も2乗すると2がそのまま出てくるだけだよね。だから死にが8で終わりなんだよ。で、マイナス9だから、死にが8で8引く9だからマイナス1みたいな感じ。いいかな。まあね、もちろん暗算ができなくてもこうやって解くことはできるので、普通にやってもらっても構わないんだけど、ちょっとね、スピードが欲しいところなので、できるようだったら暗算でお願いします。では次、ルート6プラス4ルート2の2乗、2乗でプラスだから一番上か、この公式だね。では、まず左の2乗、ルート6の2乗なんで6、いい？足すだね。こことこことここ全部かけます。で、外の世界にいるのは4と2だから、まず8がいるね、死にが8。ルートの中は6と2なので6に12になる。いい？で、あと後ろプラスこの4ルート2の2乗だね。で、ここ暗算させます。行ってみよう。いい？4ルート2の2乗です。4、外の世界を2個かけると四死16。いいね。ルート2を2乗するとその2が出てくる。つまり16と2が出てくるから、かけて32になります。いいかな。これね、ぜひちょっと慣れてみてください。で、あとね、ここルート12は直せます。これルート12は2ルート3でしょ。なので計算すると6と30に足して38です。いい？足す8と2ルート3、8と2かけて16ルート3と、こういう風にね、やってください。お願いします。で、次いくよ。4ルート3マイナス1マイナス2ルート3プラス3です。で、これ多分一瞬ちょっと止まるんだよね。ん？ってそう、これは公式が使えないんです。何も当てはまらない、ここに。ってことは何する？っていうとこなんだけど、これちょっと展開のね、やつに話を戻します。展開ってね、公式がもちろんメインなんだよ、これがよく使う。ただし無敵の技が1個あります。展開、俺の動画でもね話しましたけど、全部掛けっていうね、技があります。そうすると全部掛けるやつです。こうやって、で、ここもこう掛けて、こう掛けるやつ。これどうもできなくなったらぜひ使ってください。全部掛け、いくよ。4ルート3とマイナス2ルート3かけると、ちょっと暗算いくぞ。死にが8、外の世界ね、8で、ルート3同士だから3が出てくる。もう一回言うよ。死にが8とルート3かけるルート3で3が出てくる。同じものかけてるからね。なんで8324で、あとマイナスだからマイナス24になります。ここ次こっち行きます。で、これはね、外と外かけるからプラス
試算12でルート3です。次マイナス1とここかけるとマイナス同士だからプラス2ルート3です。でここかけると普通にマイナス3となるから、あと計算マイナス27、こことここでね、でルート同士足すと14ルート3と、こんな感じでね、全部だけでぜひ解いてみてください。いいかな、大丈夫かな。ではラストいきましょうね。カッコがいっぱいありますけど落ち着いてやれば大丈夫だからね。まずこっちのカッコからいきます。いい？これ前がルート3で同じ、後ろが違うんで一番最後のこの公式使います。いくよ。まず x の2乗、左の2乗だからそのまま3が出てくる。で足したものにルート3かけるからマイナス3ルート3です。でかけたものだからマイナス4となります。いい？で次後ろ、これはマイナスルート3を普通に配ればいいだけ、こうやって。だからマイナス2ルート3と後ろはプラス5とルート3 2個出てきて3になるから15になります。いいね、5とルート3 2個かけたら3になるからね、15で、あとはねこれを計算してもらえれば14とマイナス5ルート3かなっていう感じでね、計算してもらえれば大丈夫でございます。さあ俺がさっき計算したのと全部合ってるか、俺普通に計算間違うからな、ここちょっと待ってね、確認していい？と、大丈夫そうだね、 OK だね。では今回はね、中学校3年生の数学ルートと展開のコラボについてお送りしました。今回もね見ていただいて本当にありがとうございました。で次の動画で一応ルートはね最後にしようと思います。次はルートの問題を詰め込んでみたみたいなタイトルにねしようと思うんですけど、今まで例えばこういう風に展開のコラボはこの問題ってあるじゃんか、でもどこの動画にもね入りきらない問題ってのもあって、それをね詰め込んでみようと思いますね。もしよかったらそっちも見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。